クリスマスが終わりまして、年末です。お正月が近いので親戚からつきたてのお餅が届きました。早速、オイルコンロとミニ七輪コンロで焼いてます。つきたてなのであまり火を強くしない方がいいのかなと思いまして、このミニ七輪コンロの断熱材ですね、これを乗せて火から遠ざけてゆっくり焼きました。まあつきたてなのであまり火を強くしない方が多分いいでしょう。美味しい。のんびり時間をかけてこうテーブルの上で直火で焼くっていうのはなかなかいいもんです。美味しいです。お試しください。この中で燃えてるのが、オイルストーブです。燃料は、天ぷら油の廃油を使ってます。この周りは、ミニ七輪コンロというキャンプで使う七輪ですね。はい。お餅です。